藤川球児は、高知県高知市出身の元プロ野球選手、YouTuber ーー。2021年より、阪神タイガースのスペシャルアシスタントを務める。マネジメント会社は、ABEX マネジメント。1999年に、阪神入団。その後、メジャーリーグベースボールに挑戦し、シカゴカブス、テキサスレンジャーズに在籍、日本球界復帰後は独立リーグ。 四国アイランドリーグプラスのコーチファイティングドッグスでもプレーした。2016年に阪神へ復帰。2020年に現役引退。少年野球チーム小高さんホワイトウルフ時代に遊撃手から投手にコンバートされた。高知商業高校に進学すると、 二年生の時に第七十九回全国高等学校野球選手権大会に右翼主権控え投手として兄の淳一との兄弟バッテリーで出場二回戦で川口智也を擁する平安高校に敗れたが豊田大谷高校の古木克明と共に二年生では二人だけ高校日本代表に選出されたちなみに在学中は寺本志郎、土井龍太郎らと共に コーチサンバガラスと呼ばれていた。1998の NPB ドラフト会議で、阪神タイガースから1位で指名。契約金1億円、年俸700万円という条件で入団した。入団当初の背番号は30。入団発表の記者会見では、10年後には、優勝を3回、そのうちに1回は、 胴上げ投手を経験しているはずなどと発言したため、当時一軍の監督として、会見に同席していた、野村克也から、藤川くんは、野球以外に何か才能を持っていそうという表現で、話術を褒められた。担当スカウトは切り道したけし。1999年には、二軍で体力の強化を優先。ウエスタンリーグの公式戦でも三試合の登板に、とどまった。 2000年にフレッシュオールスターゲームに選出されて、リリーフで登板し、初めて一軍登録もされて、プロ初登板を果たしたが、野村監督の期待に応えることはできなかった。同年、高校時代から交際していた女性と結婚して、同学年、松坂世代のプロ野球選手で、最初の既婚者となった。監督が、星野千一に変わった2002年から、 背番号を名前の 92×92 92に変更。先発投手として積極的に起用されて12試合に登場にし、9月11日の対ヤクルトスワローズ戦で8イニングを1失点に抑えて初勝利を挙げ、フレッシュオールスターゲームのウエスタンリーグ先発投手も務めたが、同年は前出の1勝のみで先発ローテーションに定着することはできず、 2003年までは目立った、成績を残せなかった。2003年のファーム、日本選手権ではセーブを記録し、胴上げ投手になったが、日本シリーズでは、登板機会がなかった。なおこの年に、球団から戦力外通告を受ける、可能性があったこと、また、ヤクルトと広島からトレードの申し入れがあり、具体的な話も進んでいたことが、同年オフにコーチから昇格して、 新監督となった、岡田明信によって明かされている。2004年5月、肩の故障もあって二軍生活を送っていた頃、当時二軍投手コーチだった、山口隆のアドバイスを受けフォームを改造し、高校の先輩でもある一軍投手コーチの中西、清敷の助言で中継ぎに転校した。このフォーム改造、ポジション転校によって、シーズン後半には一軍に定着。 31回を投げて35三振を奪った。2005年は、背番号を22へ変更。この時、佐々木さん、高津さんと同じ、背番号で光栄ですと語っている。シーズンでは、セットアッパーに定着すると、ジェフ・ウィリアムス、久保田智之と共に、勝利の方程式、JFK を形成。6月14日から7月20日にかけて、 プロ野球記録となる17試合連続ホールドを記録し、6月には月間 MVP を受賞。オールスターゲームのファン投票では、中継投手部門1位で初出場を果たした。チームがリーグ優勝を決めた9月29日の対、読売ジャイアンツ戦では、当時のシーズン最多登板記録を更新する79試合目の登板をし、 最終的に登板数は80試合を記録。また、同年53ホールドポイントで、初タイトルとなる最優秀中継ぎ投手を獲得した。千葉ロッテマリーンズとの日本シリーズでは、第3戦で登板し、橋本進に、適時にイ打にされ降板し、チームは敗れた。翌日の第4戦も敗れ、4連敗でシリーズを終えた。 2006年 WBC での藤川2006年は開幕前の3月に開催された第1回ワールドベースボールクラシックの日本代表に選出された。背番号は同じ22をつける里崎智也に配慮して24を選んだ。アメリカ合衆国戦ではアレックス・ロドリゲスのバットを直球で折った。シーズンに入ると前年同様に中継ぎでスタートしたが、 6月に、抑さえの久保田が怪我で離脱したことに伴い、抑さえに定着。7月4日の対横浜ベイスターズ戦で35試合連続、無失点となり、豊田清が持っていた日本記録を更新。7月11日には、小山正明が持つ47イニング連続無失点の、球団記録を更新したが、翌7月12日の対広島東洋カープ戦で、失点し、 連続無失点試合数は38、連続イニング無失点記録は47回に3で途切れた。7月21日のオールスターゲーム第一戦では、登板前に野球漫画のような世界を作りたいと話し、先頭打者のアレックス・カブレラへの投球前に全球ストレートを予告し、1回もバットに当てさせず、空振り三振に取り、続く。 小笠原道博に対してもすべて直球を投じて、空振り三振に打ち取った。7月23日の第2戦では、同年からオリックスバファローズに移籍した清原と、再び対決。すべて直球で、空振り三振に取り、清原は、参った、火の玉屋とコメントした。なお同年は、中日ドラゴンズと優勝を争う状況だった、半神だが、 7月30日のタイヤクルト戦で、藤川に、初めて延長3イニングを投じさせるほど決定打を、書いて引き分ける、戦いぶりに象徴されるように、オールスター終了後の7月下旬以降なかなか勝てず、堅実に勝ち星を積み重ねる中日に8月下旬には9ゲーム差まで、差を広げられた。そんな中、首の寝違えで8月12日より、 登録抹消されていた藤川は8月27日の対巨人戦で8回から復帰後初登板して勝利投手となりお立ち台に立つとマスメディアからの批判やファンの野じに対して選手も必死でやっているということを分かってくださいと涙を流しながらコメントした結局チームは優勝を逃したが藤川自身は2年連続の最優秀中継ぎ投手を獲得した 2007年は、開幕から、抑えとして安定した投球を見せた。7月20日のオールスター第一戦ではセリーグから、登板した9人の投手のうち最後に登場し、僕の変化球なんか誰も見たくないでしょうとすべて直球勝負で2三振を奪い、試合を締めた。9月7日の対巨人戦では、リリーフ投手として、史上初の3年連続100奪三振を達成。 シーズン終盤には、セリーグ記録となる10試合連続登板をして2勝、7セーブ、防御率1.80で、チームは10連勝した。10月3日のチーム最終戦で、日本対記録となる46セーブ目を挙げ、初の最多セーブ投手を獲得。オフには球団にポスティングシステムの講師を申請し、自分の気持ちに嘘をついたまま来年プレーするのが、 嫌だったとして、メジャーリーグ挑戦を希望していることを表明したが、ポスティング講師は球団に拒否された。2008年は5月4日の対中日戦で、李平慶にサヨナラ本塁打を打たれるなどの苦難がありながらも、オールスターゲーム前までに30セーブを挙げ、オールスター直後の北京オリンピック野球日本代表に選ばれ、星野仙一監督の構想した7.89回を、 担当するトリプル抑えの一角として指名された。五輪では準決勝の対韓国戦で2対1とリードした7回から登板したが同点打を打たれた。帰国後は同点時や大差のリード時などのセーブのつかない場面や2インニングのロングリリーフなど起用法は過酷になったが終始安定した投球で応え9月25日の 対横浜戦で通算100セーブを達成。しかし、中日とのクライマックスシリーズファーストステージでは、一勝一敗で、迎えた3試合目で9回に、タイロングズに決勝打を打たれてチームは敗退。オフには、年俸4億円で契約公開し、メジャー挑戦の思いは持ち続けるが、半身に入って10年。水も甘いも知った。来年はもう1回。 半身で巨人を倒したいという気持ちが強いと語った。2009年は、開幕前の3月に開催された第2回、WBC の日本代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。背番号22をつけ、1時、予選、2次予選の4試合に登板して、防御率0.00と結果を残した。しかし、直球が走らずに、 たびたび奏者を出すなど内容が不安定だったことから、準決勝と決勝では、ダルビッシュ優が抑えを務め、自身は、登板なしに終わった。この際、抑えの経験がないダルビッシュに求められ、気構えや、調整方法などについて助言した。大会終了後、この起用法に不満があるとして、日本代表を引退するかのような報道が多数、されたが、 後日自身の公式サイト内のブログで悔いが残るとか準決勝、決勝と連投して胴上げ投手になりたいという発言は一切していない代表を引退するとも言っていないと報道を完全に否定したシーズンでは5月途中の時点で早くも参拝を喫するなど不調にあえぎ前年までと比較して登板数が大きく減少したが6月以降は 負けなしの5勝3敗25セーブでシーズンを終え、3年連続20セーブを達成した。この年のオフも、あえて喋らなくても、やることは同じ。どんな状況でも、全力で前を向いてトライしていかないといけない。ポスティングは交渉の中で伝えていこうと思う。球団の了承がない限りメジャーに行けないとして2011年以降のメジャー挑戦のためポスティングシステムの講師を、 球団に申請したが、安々とは出したくない。ビジネス以前の問題として拒否された。2010年は、開幕から16試合連続無失点を記録し、例年以上の好調ぶりを見せた。この年は、他の中継ぎ投手の不調でセットアッパーが固定できず、交流戦と夏場を中心に、本来の抑え投手の役目に加えて、セットアッパーのポジションも兼任することとなった。 結果として例年よりイニングをまたぐ登板が増え、1イニング以上の登板した試合は、シーズン全体で12試合に及んだ。4月13日東京ドームでの対巨人戦で、通算セーブ数で、山本和幸の130セーブを抜き、歴代単独14位と、球団記録を達成した。ファン投票で6年連続のオールスターゲームに選出され、 1> 第1戦の9回に登板し、里崎智也、片岡駅氏、中島博之を迎えて投じた16球すべて、直球で3者連続三振に仕留めた。9月5日の対広島戦で、通算150セーブを達成。9月に入ると、久保田の復調でイニングまたぎ登板は減ったが、請求が定まらず9月だけで2本の逆転、非本塁打を打たれたり、 それ以外でもピンチを招く場面がたびたびあった。この年の基本類打は、プロ入り後アーストの7本を数え、防御率、ホイップは、それぞれ2.01と1.08で、いずれも中継ぎに定着した2005年以降では、最低の数字であった。2011年も、抑えとして活躍し、前半戦は26試合に登板して、 防御率0.76で前年に続いて、ファン投票で7年連続のオールスターゲームに選出され、第一戦では2007年同様にセリーグから当板した9人の投手のうち最後に登場して試合を締めた。8月25日の対巨人戦で同点の場面で、当板し3者連続三振で1回を抑え、この当板で通算100ホールドを記録し、 史上初の通算100ホールド100セーブの2つを達成した投手となった。10月21日の対横浜戦でセーブを上げ4年ぶりの40セーブに達し、最終的に41セーブを上げて2度目の最多セーブ投手を獲得した。オフにはこの年取得した国内 FA 権を行使せず残留。契約公開の交渉でも、 球団から2000万円アップの年俸4億2000万円を提示されたが、優勝を逃したことを理由に誇示し、翌年の海外 FA 権取得を見据えての、単年契約の4億、出来高払いで公開した。2012年は、この年からチームが、キャプテン制度を定めたのに伴い、野手キャプテンの鳥谷隆と並んで投手キャプテンに、選ばれた。 この年も抑えとして活躍し、4月11日の大広島戦で通算200セーブを達成した。オフには海外 FA 権を行使し、2007年のオフに初めてお話しさせていただいたメジャーリーグへの思いはずっと抱き続けておりました。今年に入ってからはすべての可能性を考え、熟慮した末、やはり、 長年の目標に挑戦したい気持ちは強く、考えが変わることはありませんでしたとして、アーンテレムと、ダンノムラを代理人として、MLB 挑戦を表明した。2012年12月2日にシカゴカブスと2年、総額年俸950万ドル出来高で、契約合意し、12月7日に契約。背番号は11となった。入団会見では、すべてが挑戦。 しっかりと結果を出すために努力を重ねたいと語った。シカゴカブス時代2013年、渡米前に、羽田空港で、向こうで最後までやるつもりでやってくると語った。開幕戦となった4月1日の対、ピッツバーグパイレーツ戦の9回2試の場面でメジャー初、登板し、2級でメジャー初セーブを挙げた。4月7日には不審のカルロスマーモルに代わり、 クローザーとして起用されることが発表された。4月12日の対サンフランシスコジャイアンツ戦では2点リードの場面で登板し、3安打1四球1冒頭の3失点で逆転を許したものの、その裏に味方が逆転したためメジャー初勝利を挙げた。しかし、13日に右前腕部の針で故障者リスト入り、5月10日の対ワシントンナショナルズ戦で復帰し、 復帰後は7試合の登板で、防御率1.17ホイップ0.55と、高騰を続けていたが、5月26日の対、シンシナティレッズ戦で、右前腕部の針を再発させ降板した。トミー・ジョン手術を受けることが5月29日に、球団から発表され、6月11日に手術を受けて、シーズンを終えた。2014年3月30日に、 前年の手術の影響で15日間の故障者リスト入りし5月3日に60日間の故障者リストへ移動した7月16日にリハビリのため永久、ケーンカウンティクーガーズに移動8月6日に故障者リストから復帰したオフに FA となった2014年12月16日に年俸100万ドル出来高の1年契約で テキサスレンジャーズと契約。背番号は21。テキサスレンジャーズ時代2015年は、右足付け根の針で故障者リスト入りして、開幕を迎えた。5月14日に復帰し、移籍後初登板。しかし2試合の登板で3失点を喫した後17日に、ディエフェとなって40人枠から外れ、22日に自由契約となった。 レンジャーズを自由契約となった後、ニューヨークヤンキースと契約合意寸前まで行ったのだが、メディカルチェックで手術した肘の状態が引っかかり、契約は土壇場で破断。藤川自身も引退を覚悟した失意で帰国することになった。日本では、古巣、阪神が先発投手として獲得を調査していることが明らかになり、一部では、阪神復帰が、 決定的とも報じられた。しかし、地元の子供たちに夢を与えたいとの思いから、出身地である高知で野球人生を再スタートすることを決意し、阪神からのオファーを拒否して、四国アイランドリーグプラス、高知ファイティングドッグスへの入団を決めた。これには、かつての藤川のチームメイトであり、当時阪神球団の中米スカウトを務めていた。 ジェフ・ウィリアムス及びアンディ・シーツ両名からのシビアな報告に球団側が及び腰になっていたことが背景にあったと報じるメディアもあった。6月8日に高知市内で開かれた入団記者会見では当番する試合ごとに高知と契約を結ぶ形となり藤川自身は無報酬であること、また当番試合のチケット売り上げから10%を 児童養護施設に寄付することを発表する一方、オファーがあれば NPB に復帰する可能性については否定しなかった。コーチと藤川との間に契約文書はなく、試合外での行動については、球団ではなく藤川の所属する ABEX スポーツが管理する異例の形であった。背番号は11。6月20日に、 高知市野球場で行われた香川オリーブガイナーズ、徳島インディゴソックス連合チームとのオープン戦に、先発し、4回を1失点という内容であった。2015年シーズンの NPB 復帰期,期限だった7月31日までに、オープン戦3試合に登板したが、NPB 球団との契約には至らなかった。これに伴い、高知球団は8月4日に藤川と、 リーグの基準に従った形で、後期シーズンの契約を締結した。ただし、引き続き報酬は受け取らない条件で、依然同様常時チームには帯同しないと、報じられている。8月6日の対徳島戦に先発し、リーグ公式戦に初登板したが、先頭打者への5球目の投球が、頭部に接触したため、危険球として退場処分になった。 翌8月7日の対愛媛戦でチームが6から2とリードした5回から登板し5イニングを無失点12奪三振の内容でアイランドリーグ公式戦で初勝利を挙げた地元の高知で開かれた9月7日の対香川戦では先発投手として登板すると被安打3の完封で2勝目を記録公式戦での完封勝利は阪神の投手として ウエスタンリーグ公式戦でに完風勝利を挙げた2000年以来15年ぶりであった。球団では9月10日に藤川との契約を2015年シーズン限りで終了することを発表。当初は最終当番として同月16日の対徳島戦での先発を予定していた。しかし発表直後に左足首を痛めたため先発を回避。同カード及び チームのシーズン最終戦ではベンチに入ったものの、登板機会のないままシーズンを終えた。在籍中には、阪神を含め複数の NPB 球団関係者が、藤川の投球を視察。コーチとの契約期間満了直後には、中日やヤクルトが、藤川の獲得を視野に調査を進めていることが、報じられた。阪神では、渡米前のチームメイトだった、金本智明が、 2015年10月17日に1軍監督へ就任。金本は監督就任の直後に藤川へ接触するとともに、球団として復帰を受け入れる姿勢を改めて示した。ヤクルトも水面下での交渉で藤川サイドに2年契約を提示していたが、条件面などで折り合いがつかなかったことから、藤川は阪神への復帰を決断。 11月14日には、阪神との入団契約で合意に達したことが、球団から発表された。契約期間は2年で、期間中の年俸総額は、推定4億円。同月24日には、球団と正式に契約を結んだ後に、入団記者会見で、背番号18のついたユニフォーム姿を披露した。首脳陣は、藤川の復帰が決まった時点で、 2014年から藤川の渡米前の背番号を着用していたクローザー5のボルカンの残留を前提に藤川へ先発陣の一角を担わせることを構想。当時一軍の投手コーチだった広大さんも藤川に対して先発向けの調整を求めた。ちなみに金本は藤川の役割について先発の準備をしておけば途中から中継ぎに行ける。 中継ぎの準備しかしていなかったら、先発はしんどいと説明している。もっとも、阪神球団では2015年12月でクレトの残留交渉が決裂。藤川自身は、この時点で先発以外の役割も担う姿勢を示していた。球団では後にマルコス・マテオやカブス時代のチームメイトであったラファエル・ドリスを、 クレの公認クローザー候補として獲得している。2016年には、先発投手としての調整を春季キャンプ以降も継続。オープン戦では、3月6日の大巨人戦で、NPB 復帰後初登板を果たすと、先発で、チーム最多の2勝を挙げた。公式戦では、中日との開幕カード第3戦で、先発投手として、NPB 復帰後初の公式戦登板。 4月3日の対 DNA 戦にも先発すると、6回を2被安打無失点という口頭で NPB 復帰後初勝利を挙げた。また、NPB では2003年9月19日の対巨人戦以来、自身4580日ぶりの先発勝利であった。しかし、14年ぶりの甲子園での先発登板となった4月10日の対広島戦で、 自己ワーストの7失点と復帰後初黒星を記録。結局、5試合の先発登板で1勝2敗、防御率6.12と振るわなかったため、5月中旬から、再び救援投手に転向。同月18日の対中日戦では、本来のクローザーであるマテオや、セットアッパーのドリスが、体調不良でベンチ登録を外れたことから、1点リードの9回表に、 復帰後初めて、クローザーとして登板。NPB では2012年9月15日の対、巨人戦以来のセーブを挙げた。さらに、ドリスが登録を抹消された4月19日の対、中日戦でも、同点で迎えた9回表に登板。復帰後初の連投であったが、チームが9回裏にサヨナラ勝ちを収めたことによって、復帰後初の救援勝利を記録した。 7月26日の対ヤクルト戦では、8回表に、登板すると、大引刑事からの三振によって、NPB、MLB 通算戦奪三振を達成した。なお、救援投手としては38試合に登板。チーム事情に応じて、セットアッパーやクローザーを担いながら、甲子園で16登板試合連続無失点を記録したほか、4救援勝利、3セーブ。 10ホールド、救援防御率3.58という成績でシーズンを終えた。2017年には、背番号を復帰前の22へ戻すとともに、セットアッパーとして、レギュラーシーズンをスタート。4月6日の対ヤクルト戦では、延長10回表からの救援登板で2イニングを、無失点に抑えると、原口文人のさよなら本塁打によって、シーズン初勝利を挙げた。 また、この救援勝利によって、NPB 公式戦での通算に HP が155に達し、ウィリアムスの持つ球団記録を更新した。同月中旬以降は、桑原健太郎がセットアッパーに定着したことなどから、点差の開いた展開やビハインドの局面での登板機会が増加。この年のセパ交流戦最初の試合であった5月30日の対ロッテ戦では、 発展リードの9回裏に、登板すると、先頭打者、角中克也の見逃し三振によって、NPB 史上146人目の NPB1、軍公式戦、通算戦奪三振を達成。所要イニングは771回に、3で、野茂秀夫による、従来の最短記録を大きく下回った。レギュラーシーズンでは、1軍公式戦52試合の登板で、 三勝無敗、六ホールドを記録。前述した起用法の影響で2004年以来13年ぶりに、セーブを記録できなかったものの、防御率は2.22で、ホイップも前年から大幅に向上した。2018年には、レギュラーシーズンの開幕から、主に中継ぎで登板。セパ交流戦の期間中からは、一軍の救援陣で、戦線離脱者が、 相次いでいたことを背景に、セットアッパーや、クローザーも務めた。6月16日の対楽天戦では、1点リードの9回裏に、急遽クローザーとして登板すると、無失点でしのいだ末に公式戦2年ぶりのセーブを、記録した。7月21日の対 DNA 戦7回表には、宮崎敏郎から見逃しで三振を奪ったことによって、救援登板では、 球団史上初めての NPB 一軍公式戦、通算戦脱三振を記録。9月5日の対広島戦では、球団史上最多の一軍公式戦、通算701試合登板を達成した。球団史上最長の14連戦が見込まれていた9月下旬に、右肘痛で、戦線離脱を離脱。シーズン全体では、 自責点がつかない場面での救援失敗も多く、勝利の方程式への最定着までには至らなかった。それでも、前年を上回る53試合に登板。時速150キロメートル台の球速を、再び連発するようになったストレートを武器に、5勝3敗、にセーブ21ホールド、防御率2.32という成績を残した。シーズン終了後の契約公開では、 この年に2軍監督を務めた矢野が1軍監督へ就任したことを背景にクローザーへの本格復帰に挑戦する意向を明かしている。2019年にはオープン戦からコンディションが上がらないまま中継陣の一角として開幕を迎えた。開幕後も不調で4月6日の対広島戦で1イニング2本塁打を打たれるなど制裁を欠いたため翌7日から 自身の希望で2軍調整。その一方で、1軍へ、再び昇格した4月27日の対、中日戦から6月11日の対福岡ソフトバンクホークス戦まで18試合連続、無失点を記録した。その間には、5月8日の対ヤクルト戦で、通算142ホールドの球団記録を記録。6月11日の対ソフトバンク戦で、 通算のホールド数が150に達したことによって、同一投手による150セーブ150ホールドという、NPB 史上初の記録を樹立した。オールスターゲームにも、セリーグの監督推薦選手として7年ぶりに出場。甲子園での第2戦で9回表から登板すると、オール直球で三者凡退に抑えた。ヤンガービスソラーテ内野手が入団した7月には、 当時不調だったドリスが外国人枠との兼ね合いで登録を抹消された26日からクローザーに再転校。当初はドリスが一軍へ復帰するまでの暫定措置だったが、実際には転校後に高騰を続けたため、ドリスの復帰後もシーズン終了までクローザーを務めた、ほか、8月31日の対巨人戦で通算235セーブを達成した。 レギュラーシーズン全体では、4勝1敗16セーブ23ホールド、防御率1.77、セーブ率100%、脱三振率13.34という好成績で、シーズン最終盤の6連勝と、クライマックスシリーズ進出に貢献。また、通算のセーブ数が243にまで達したことによって、迷宮会入りの基準の一つである、公式戦。 通算250セーブのクリアを射程圏内に収めた。CS でも DNA とのファーストステージ、巨人とのファイナルステージに2試合ずつ登板すると、いずれも無失点でしのいだ。現役引退表明2019年4月の登録抹消中に現役からの引退を球団に申し出た。この年には球団がシーズン中に態度を保留。 藤川自身も一軍への復帰後に、クローザーへ帰り咲いたことから、シーズン終了後の契約交渉で、球団側と話し合った末に、翌2020年も、現役生活を続けることを決めた。その際に、推定年俸2億円という条件で契約を公開。契約期間は1年で、公開後の記者会見でも、来年から2年以上現役を続ける気はもうないので、 単年で契約を結んだと明言している。2020年にはドリスの対談などを背景にクローザーの役割を担うことが想定されていたが実際には前年に続いてオープン戦から調子が上がらなかった。レギュラーシーズンの開幕後は2セーブを挙げた一方で救援の失敗が相次いだため右上氏のコンディション不良を理由に二度にわたって登録を抹消。 2度目の抹消中に、この年限りで現役を引退する意向を改めて球団に申し入れた。球団は、この申し入れを受諾した上で、8月31日に、球団本部長の谷本治を通じて、藤川の引退を発表。発表の際には、前年の引退の申し出から、現役続行までの経緯に加えて、藤川から、 右肩のコンディションが手術を要するほどにまで悪化しているとの報告を受けていることが初めて明らかにされた。球場に5000人までしか観客を入れられない状況が続いているので自分からもできるだけ早く発表したいという意向に沿ってチームがシーズンを折り返した9月1日に引退記者会見を開催。 27歳頃から引退を意識していたことを明かした上で引退を決断した理由に1年間にわたって体のコンディションを整えることが難しくなったのでプロとして失格を上げた。また通算250セーブの達成に固執しない姿勢を示しながらも阪神へ入団するときに3回優勝すると言っていたにもかかわらず 22年目のシーズンでまだ2回しか経験できていない。今年は3回目のチャンスが来ているので、もう一発頑張りたいという表現で後半戦の一軍復帰を誓った。10月15日に一軍昇格。11月15日の巨人戦で引退試合が行われた。自身は4点ビバインドの9回表に登板。先頭の坂本隼人。 続く、中島博之を連続で、空振り三振に打ち取ると、最後は、重信信之助を二匹に打ち取って降板。全球ストレート勝負で優秀の美を飾った。試合後は引退セレモニーが行われ、ファンや関係者に感謝の言葉を伝えた。2021年から NHK の野球解説者、スポーツ放置の野球評論家を務め、在反民法局の野球中継にも、 ゲスト解説者として出演する。その傍ら、阪神のスペシャルアシスタントに就任することが発表された。チーム運へ、選手、スタッフへのサポートのほか、少年野球や女子野球へのサポートも含めた、幅広く活動するとしている。投球する、藤川オーバースローの投球フォームで、全世紀には、平均球速約時速1 4 9トル 最速時速 156km を記録していたストレートを最大の武器とし変化球はフォーク、カーブ、スライダーを操ったストレートは打者の手元で浮き上がるように伸びるのが特徴でありその玉筋9位から日の玉ストレートと称されたストレートを投じる際は人差し指と中指を揃え完全に密着させた独特の握りでリリース時には ピンポン玉のように浮かび上がらせることを意識し、ボールを潰すような感覚で投げる。また、できるだけ前でボールをリリースするために、投手版から踏み込んだ左足までが7足分という、広いストライドを作る。さらにタイミングをずらすために、打者の振り出してくるタイミングとキャッチャーミットに、ボールが届くまでの時間を体で感じながら、体の開きや腕の振り。 リリースポイントを微妙に変えるという。清原和弘は、藤川のストレートを20年見た中でナンバーワン。火の玉矢と称賛しており、2006年の WBC で藤川との対戦経験を持つアレックス・ロドリゲスは、あんなストレートは見たことがない。下から上がってくるんだぜと証言している。保守として、藤川のストレートを受けることが多かった矢野容体は、 口述する、プロ野球は死なず、ストレートという名の魔球の特集内で、大げさに言うと、魔球に近い。プロの選手がまっすぐを待っているにもかかわらず、そのまっすぐで空振りを取れる。そんな投手は、今のプロ野球界にはいない。間違いなく、ナンバーワンのストレートと評している。アレックス・ラミレスとの対戦成績では、分が悪く、通算49打数17安打で、 打率3割4分7厘とかなり打たれている。ただし、ラミレスは対戦したクローザーの中で、ベストの投手と発言している。NPB において、主戦リリーフ投手として活躍した2005年から2012年までの期間は、通算脱三振率12.81という高い値を記録。2010年まではストレートでの空振り率約30%を記録していた。 しかし、2011年に平均球速が約時速 147km まで落ち、その影響から空振り率が20%弱にまで下落。トミー・ジョン手術から復帰した2014年には平均球速90.6マイルパーアワーとさらに微減した。このように、ストレートの平均球速などについては年々減少傾向にあった一方で、 毎年投球回を上回る、脱三振数を記録。2011年は、変化球を多用することで特にフォークでの空振りを増やし、脱三振率12.59と高い数字を保った。ほか、2018年には40試合以上に登板した、セリーグ球円投手の中で、トップの被打率、159を記録するなど、高い投球術を誇るリリーバーとして長く活躍した。 高知へ入団してから阪神への復帰直後までの先発再転向時代はスライダーやカーブなども多用していた。阪神復帰後の2016年には通算投球回数767回1、3で MPB、MLB 通算先0奪三振を達成。2017年には通算投球回数771回2、 3で NPB 通算先脱三振を NPB 在籍期間での戦脱三振達成者における野も秀夫の最速記録を大幅に上回るペースで達成した藤川は抑え投手として三振やフライでアウトを取ることにこだわっているがこれは野手の守備力という外的要素を排除したいがゆえの考えでありその考えの根底には MLB で主流のフィップの存在がある 日刊スポーツ大阪版が独自にスピードガンで計測した2006年のオールスター第2戦でのマーククルーンと藤川のストレートの比較では初速と終速の差はクルーンがおおむね時速 10km 前後で藤川はおおむね時速 13km 前後だった藤川とクルーンのリリースポイントを調べると藤川の方が 10cm 前だった藤川は 身長 184cm でクルーンは 188cm と大きな差はないが ABC ラジオでのアナウンサーの取材によると平均的な投手は踏み出す足をプレートから6足半の場所に置くが藤川は7足目であった2006年11月23日に放送されたテレビ朝日の報道ステーションの番組内での特集プロ野球は死なず ストレートというナノマ球では、ボールに回転を過剰にかけることにより、マグヌス効果を発生させ、進行方向に対して、垂直は向きの揚力を発生させることにより、一般の選手よりもボールの落下を減らし、打者にボールの下を空振りさせているのではないかという仮説が提唱された。数値流体力学者の姫野隆太郎による調査の結果、 あるプロ野球選手15人のストレートの回転数の平均値が1秒間に37回転であるのに対し藤川のストレートは1秒間に45回転していることが判明。また一般的な投手が投げるボールの回転軸の傾きは水平軸に対して約30度であるのに対しクルーンと松坂大介は約10度であった。しかし、 藤川の場合その二人よりもさらに傾きが少ない約5度だったため、より効率的にボールに揚力が発生していると考察された。父が草野球でノーヒットノーランを達成した翌日に生まれたため、起源から球児と名付けられた。幼少期は全息をわずらっているなど、決して丈夫な体ではなかったという。斉藤正樹の大ファン。野球を始めたきっかけの人。 あの人がいなかったら野球をやっていなかったと語り、グラブとマジックを持ってサインをもらいに行ったことがある。高知市立小高さ小学校、高知市立城北中学校出身で、広末良子とは中学時代の同級生。阪神入団時には自分のことのように嬉しく思っていますとコメントされ、激励の手紙も受け取っている。また、元対応。 元中日の中山博明とは、出身中学、高校が同じである。中学3年生だった1995年9月10日には、鏡川に転落した男性の救助活動をしたことで、同級生3人と共に、高知警察署から感謝状を受けた。阪神時代の2005年10月、その際に、高知署交通課長として、藤川たちに感謝状を手渡した。 警察官の男性が、高知新聞の取材に応じ、当時の藤川について、ひょろっと背の高い少年だったと述べている。もともと先発投手として、プロ入りしたものの、当初から、中盤以降に、球威や、請球力が、大幅に落ちるという傾向が見受けられていた。2004年に一軍監督へ就任した、岡田明信は、この傾向を踏まえて、 先発で伸び悩んでいた藤川を救援要員へ転向させることを決断。当時の二軍投手コーチ山口隆は藤川に対して上から投げ下ろすようにボールを叩きつける感覚で投げろというアドバイスを送った。これを機に下半身を使ってシナリオを残しながらも右膝をあまり折らずにタメを作って投げ下ろすフォームに改造。軸足をうまく使う方法を身につけたことで 急速が急激に増加した。ちなみに NPB の一軍公式戦のみで先脱三振を達成した投手としては2017年5月時点でただ一人関東を経験していない。コーチへ入団してから半身への復帰直後まではトミー・ジョン手術を受けた右肘への負担を軽減させるなどの目的で先発に再転向していた。 2005年4月21日の対巨人戦にて、7回裏、西満塁で、清原和弘に対して、フルカウントからフォークボールで三振に打ち取ったが、試合後には清原から、フルカウント西満塁の場面でフォークを投げるような、逃げ越しのピッチングは、臆病な投手の判断という趣旨の罵倒を受けた。しかし、藤川は、あの一件のおかげで、 僕はストレートにこだわるようになった。自分を常に磨かないといけないと思うようになったと、これに発奮し、6月25日に再び、清原と対戦した際、今度はストレートで三振を奪った。これに、清原は、乾杯。僕が20年間見てきた中で、最高のストレートですと藤川を絶賛した。阪身時代には、2010年に、 同性の藤川俊介が入団。本来なら区別のためスコアボードなどの表記が藤川玉となるところであったが、本人の希望を理由に表記は藤川のままにすることが2010年1月22日の契約後維持に決定された。そのため2010年シーズンは藤川球児が藤川、藤川俊介が藤川俊として区別されていたが、 報道では、藤川玉、または、球児と表記されることが多かった。なお、藤川俊介が、登録名を、俊介に変更した2011年からは、登録名、報道での表記とも、藤川に統一された。兄、淳一と同時に出場した高知商業高校時代の1997年夏の、甲子園大会では、甲子園球場のスコアボードで、 藤川玉という表記を使用していた。NPBMLB、NPB、MLB2 さん、ありがとうございます。